人心の乱人心の乱は、天武天皇元年6月24日から7月23日、ゆり薄歴672年7月24日から8月21日に起こった古代日本最大の内乱である。天智天皇の大使、大友美子、公文天皇の称号を、追号に対し、皇帝、大天王子、後の天武天皇が、地方皇族を味方につけて、 反旗を翻したものである。反乱者である、大天王子が勝利するという、例の少ない内乱であった。名称の由来は、天武天皇元年が江戸で人、人身、人身、水の、餌サに当たることによる。660年代後半、東、大見宮へ移していた、天智天皇は、道母帝の大天王子を、後退し、日本初期には、スメラ不等々ととある。また、 大天王子の立大使そのものを、日本初期の創作とする説もある立てていたが、天智天皇十年十月十七日、六百七十一年十一月二十三日、自身の御子である、大友御子を大城大臣につけて、後継とする意思を見せ始めた。その後、天智天皇は病に伏せる。大天王子は、大友御子を皇太子として推挙し、自ら出家を申し出、吉野宮、 奈良県吉野二区だった。天智天皇は大天王子の申し出を受け入れた。十二月三日、六百七十二年一月七日、大見宮の近隣山品において、天智天皇が四十六歳で崩御した。大友美子が後を継ぐが、年齢はまだ二十四歳に過ぎなかった。大天王子は、天武天皇元年六月二十四日、七月二十四日に吉野を出立した。 まず、ナバリに入り馬屋を焼いたが、ナバリ軍事は出兵を拒否した。大天王子は、美濃、伊勢、伊賀、熊野や、その他の豪族の信を得ることに成功した。続いて、伊賀に入り、ここでは、阿ハ軍事、現在の伊賀市北部が、兵役500で参戦した。そして、赤色、積江、現在の伊賀シ継で長男の高市美子の軍と合流した。 鈴河関で合流したとする説もある。さらに、伊勢国でも軍事の協力で兵を得ることに成功し、美濃へ向かった。美濃では、大天王子の指示を受けておつむじがすでに兵を起こしており、クアの道を封鎖した。これにより美濃は、東海道、東山道の諸国から兵を動員することができるようになった。美濃に入り、東国からの兵力を集めた大天王子は7月2日、 7月31日に、軍勢を二手に分けて、大和と大見の二方面に送り出した。大見朝廷の大友美子側は、東国と紀微、筑紫、九州に兵力動員を命じる使者を派遣したが、東国の使者は大天王子側の部隊に阻まれ、紀微と筑紫では現地の総領を動かすことができなかった。特に筑紫では、筑紫率の栗熊クマが、 外国に備えることを理由に出兵を断ったのだが、大友美子はあらかじめ死者の再起男に断られた時は栗熊の王を暗殺するよう命じていた。が、栗熊の王のこのミを武家王が体験してそばにいたため暗殺できなかった。それでも大美朝廷は近い諸国から兵力を集めることができた。大和では大天皇王子が去った後、 大宮佐が和凶、飛鳥カの古いと二兵を集めていたが、大友吹夫が挙兵してその部隊の指揮権を奪取した。吹夫はこの後に首都、北から来襲する大宮佐の軍と激戦を繰り広げた。この方面では、大宮佐の方が優勢で、吹夫の軍はたびたび敗走したが、吹夫は繰り返し軍を再結集して、敵を撃退した。やがて木、厚地マロが指揮するの援軍が到着して、 不気付の休憩を救った。大宮佐の軍は、美濃にも向かったが、指導部の足並みの乱れから全身が滞った。大天王子法と大見方を区別するため、金という合言葉を用いた。村国男与来に引きられて直進した、大天王子側の部隊は、7月7日、8月8日に、沖縄の横川で先端を開き、以後連戦連勝して、橋墓での戦いでの勝利を経て、 進撃を続けた。7月22日、8月20日に瀬田橋の戦い、滋賀県大津市から八町で、大見朝廷軍が大敗すると、翌7月23日、8月21日に、大友美子が首を吊って自決し、乱は収束した。美のでの戦いの前に、高市軍に、新軍の際、高市社のことろ主と、未教者にいる生霊人が神がかり、 神山といわれ彦の天皇の御捧ぎに、馬及び主樹の兵器を盾祭れと言いそうすせれば、大甘王子を守ると信託なした。翌天武天皇二年、六百七十三年二月、大甘王子は、アスカ清見原の宮を作って即位した。大見朝廷が滅び、再びとは、アスカ、奈良県高市郡アスカ村に移されることになった。また、論功交と、秩回復のため、 新たな制度の構築、すなわち、複製の改定、発色の性の制定、簡易制度の改定などが行われた。天武天皇は、天智天皇よりも、さらに中央集権制を進めていったのであ人心の乱の原因として、いくつかの説が挙げられている。天智天皇は、天智天皇として即位する前、中野大江の御子であった時に、中富の鎌足りらと図り、 木の富の変と言われるクーデターを起こし、母である皇玉天皇からの上位を辞して、慶美子を推薦するが、その慶美子が皇徳天皇として即位しその皇太子となるも、天皇よりも実権を握り続け、皇徳天皇を南波宮に残したまま皇族や進家の者を引き連れ和教に戻り、皇徳天皇は失意のまま崩御、その御子である、有馬の王子も無法の罪で処刑する。 また、天智天皇として即位した後も、旧来の道母兄弟間での皇位継承の慣例に、代わって、党に習った、着子相続制、諏訪千王ともみ公文天皇への継承の導入を目指すなど、かなり強引な手法で改革を進めた結果、道母帝である、大天王子の不満を高めていった。当時の皇位継承では、母親の血統や、皇妃の位も重視されており、長男ながら、 身分の低い側室の子である、大友美子の弱点となっていた。これらを背景として、大天王子の皇位継承を支持する勢力が形成され、絶大な権力を誇った天智天皇の崩御と共に、それまでの反動から乱の発生へ繋がっていったとみられる。天智天皇は即位以前の六十三年に、九だの復興期として、朝鮮半島へ出兵し、白木、 東連合軍と戦うことになったが、白月の絵の戦いでの大敗によりくだら、復興戦争は大失敗に終わった。このため、天智天皇は国防施設を玄海灘や瀬戸内海の沿岸に築くとともに、くだら移民を東国へ移住させ、東、奈良盆地の飛鳥から、琵琶湖南端の大海宮へ移した。しかしこれらの動きは、豪族や民衆に新たな負担を与えることとなり、 大きな不満を生んだと考えられている。大グルセ戦闘の際には火災が多発しており、戦闘に対する豪族、民衆の不満の現れだとされている。また、白月の絵の敗戦後、国内の政治改革も急進的に行われ、東風に変えようとする天示天皇側と、それに抵抗する主旧派との対立が生まれたとの説もある。これは、白月の絵の敗戦の後、 天智天皇在位中に、数字の検討使の派遣があるが、大天王子が天武天皇として即位して以降、大法律令が制定された後の文武天皇の世で、ある702年まで検討使が行われていないことから、推察される。天智天皇と大天王子の抜かたを、女性をめぐる不和関係に原因を求める説もある。江戸時代の友の信友は、 万葉集に収録されている、ぬかた王の和歌の内容から、ぬかた王をめぐる争いが、天示、天武漢の風和の縁印ではないかと推察した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。